就是本期的主人公，来自日本的舞者 Aki。请掌声有请打 Switch 点门。这位同台表演的人气中国舞者名叫电门，他和阿 K 之间有着长达十多年的师徒关系。去年他们一起参加了中国人气街舞节目《这就是街舞》第四季。我终于可以跟我的老师在同一个舞台上跳舞，然后我觉得非常的感动，然后我在我的老师那里获得了很大的能量和支持，谢谢老师。其实不仅仅是电门，有许多知名舞者都将阿 K 视为街舞的启蒙导师。When I start dancing, I'm watching the video from Aki-san. 因为我是从小看 Aki 老师的视频，几乎每一个人都看过。我能收集到他所有的视频都在我那儿。それではポップの打ち方を説明していきます。こう、多分みんなが聞くようなイメージでいうと。作为震感舞元老级人物，阿 K 又是怎样走上这条路的呢？あ、僕48です。今年48。見えます。そのダンス始めたんが21歳の時やったんですよね。もう高校卒業して僕高卒で働き出したんで、でずっと2年ぐらい働いててダンスに出会ったんですよ。でそこからもうハマってしまって、会社クビになっちゃったんですよ。それでもうダンス好きすぎて、あ、そんなことあるんです。もう毎日練習して朝までとか練習して、でもうまあ言ったらサボって会社を、もう仕事を取るかダンスの道で行くか。もうその時ダンスでご飯を食べてる人は日本に多分10人ぐらいしかいなくて、あ、すごい限られた人。そうです。でもまあダメでもやり直し聞くかなと思って、とりあえずダンスここまでやってきたからダンスで行こうと思って決めたのが25ぐらいですね。从这样艰难的环境中成长起来的阿 K， 一路走来获得过50多次世界冠军，成为了街舞界的不朽传奇。而他现在的目标是，なんか中年の星になりたいみたいなのもあるんですね。まあ現役選手兼監督みたいな感じですよね。子供はやっぱ大人の姿を見てるから、そういう意味でもまあダメでも頑張ってるっていうのを見てもらえたらなんか伝わるかなっていうふうには自分は思う。这一集将要讲述阿 K 和中国年轻一代舞者的故事。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。はい。ハロー。彼が、僕の中国で一番の友達のダ・スイッチ・ティム・ラオシュです。你好。你好。你好。你们怎么样了？We have to go eat now. Yeah, because two,
2 PM you have class. Yes.、Okay. あの海外とかもいっぱい行ってて、はい、一体その、ね、どうやって交流してんだろうと思ってました。昔は英語全然喋れなかったんですけど。誰？カレー。非常差。我都不会说。He was so bad, so bad. English was so bad. 我吃饭了。啊，吃饭聊聊，好。出来，出来。哦，嗯，再吃一个，怎么认识？足够，明白，明白。美味しい，嗯，美味しい，嗯，好吃，好吃。看你们关系真的很好嘛？你们俩大概是怎么认识的呢？之前是来中国教课，然后我们一开始都是学生。电门和阿 K 相识的十几年来。用他自己的话说，他对阿 K 是从仰望到学生到朋友到队友到知己。亦师亦友的他们最初究竟是如何克服语言不通的困难呢？啊，我那时候跟他说吃饭的时候我就这样走吧走吧走吧I just talk before I cannot speak English Yeah. 我们 待在一起的时间特别多，所以慢慢慢慢这个语言就进化了。明白，明白。对，我也教他一些比较简单的，就是中文的意思，比如说，好吃吗？好吃。我们只有在说非常非常正式的事情的时候，才会很认真的用英语去沟通。哦。所以说，我们不是用这儿，也不是用这儿。好棒哦！一三一，了解。刚刚，今天我们来到了比赛会场，看看上面有阿 K 老师最上面的 ，Sky， 他应该是今天做评委。OK， 我们这组人是十个，很近一。看看，请140到最后都没有票的选手做好准备。啊，像这里面戴帽子的那位老师是阿 K 老师。大家有捡到的话，麻烦把他送到我这儿来。这里面左手边的是他。我做评委同时跳。比赛渐渐进入了白热化阶段。最后是大家期待已久的集体裁判秀时间。当人群散去后，节目组终于找到了阿 K。見られてどうでした？すごいたくさんの選手の方いて、感想がざっくりでどうでしょう？僕はここに座ってこう見てるんで、もうもちろん踊り手も見てるけど、お客さんもめっちゃ目に入るんですよ。そのお客さんと踊り手のその掛け合いみたいなのがやっぱり絶対あるんですよ。すごい良かったです。本当にこんなにいいイベントは久しぶりでした。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。ここはこれで大丈夫。あの、私、WeChat と交換したんですけど。そうなんですか。で、すごい可愛いこと言ってて、あの、日本語喋れないから、通訳してほしいから、WeChat と交換してほしいって、彼女の方から言ってくれたので。所以你叫什么？告诉我。所以我叫 Honey 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 陈风梅。
阿基桑老师，阿基桑，阿基桑老师管我叫一，管我哥哥叫 EZB。那时候是阿基桑想了一夜，给我们起这个名字。我明白。原来是你他的哥哥，你带了一伙了，是哥哥。哦，好像。好像。この子のお兄ちゃんが僕の。你的哥哥是老师的徒长。可爱，可爱。可爱，可爱。可爱，可爱，可爱，可爱。你跟阿基老师怎么沟通啊？就是会一点点的英语，就是其实不注重什么语法，因为老师说英语也不是说的非常好。因为舞蹈它有很多不是说靠那个语言，它其实用身体去表达嘛。据说这对兄妹来自哈尔滨，哥哥从很小的时候就一直看老师的视频练习舞蹈。他七岁那年，阿基偶然去哈尔滨时看到了他的比赛，惊讶地发现和自己的风格非常相似，从此将他视为弟子。去年两人还一起在这届的决赛同台演出。据说他和平时非常喜欢帽子的阿基之间还有这样一个故事。僕《ワンピース》という漫画がめっちゃ好きなんですけど、あの漫画っていうのは麦わら帽子がテーマになってるんですけど、むちゃくちゃすごい海賊の人が、その主人公がめっちゃちっちゃい時に、その帽子をお前に預けるから、もっと立派になったら帰ってこいみたいな。去年も一番最後の決勝の大会の時に、彼に過去15年ぐらい、もう数ある大会、もう全部その帽子かぶって出てたやつをもうあげたんですよ、その時に。虽然阿基和大家关系非常好，但是由于无法用母语表达，交流上仍然存在着隔阂。注意到这一点的才子提出了一个想法。基本上你们是第一次说英语来交流嘛，有可能是还没说，没能说成的事情，如果有的话我帮他或者帮你们翻译一下。因为我们认识十几年了。嗯，11年以上的知り合い。最初はちょっと理解できなくて、もしかしたら僕のこと嫌いなんかなと。有可能他怕的是，是不是你不喜欢他？刚开始我都太喜欢他了。你这么着听的。没想到这个环节大受欢迎，阿基又叫来了很多其他舞者朋友。那我想了，对，我想了。等一下，等一下，金亮，收敛，有山有水 ，sorry。因为那个影响我特别大，我说你这么厉害，你看看你多厉害。本当にすごく自分の影響を与えて、ダメって言いたかったんだよみたいな。でそのそれで彼がパッと。本以为店门会有许多想说，然而店门老师有什么事情要跟他说吗？我难得就会可以翻译一下吗？没有吗？番組は好きじゃないのにもう出たくないって思ってたけど、僕が来るからじゃあ俺もアキさんのヘルプしたいからって参加してくれたんですよ。助けてくれなかったら僕もすぐ負けてたから。借着这个难得的机会，大家一直聊到了深夜。いやでも特にやっぱキャットは英語全然ダメなんだから、僕中国語練習します。あ、他说那为你多练中文。Your English is so bad, but I have to practice. 这我都不好意思。Chinese. 看我，看我，我的英语现在是这个。
对，刚开始他说，就是跟阿基桑说的多了，知道吧？现在我什么词儿都会了。My English teacher。哇，太辛苦了。没有，あの役に立ってよかった。本当にありがとうございます。因为我一直打扰你们的比赛，这样的那个今天的比赛，因为我们。包括昨天的课程，我们一直打扰你们上课比赛，所以有了这个机会，我也很开心。那个能够帮上你们的忙。后面那个有个字的怎么？ありがとうございます。Don't cry, okay? 勝ったと思って。私がここに住む理由っていうのがなんですけど、はい、先生の場合は中国に来続けている理由を教えていただけますか、はい、あと20年30年経った時に分かるかもしれないです。だから今は理由は分からなくて、もう本当に自分の人生の流れに沿って逆らわないように来てるだけで、そして多分自分が死ぬ時になって、ああ中国にいろいろ行っていっぱい友達できてよかったなって思いながら死ぬと思います。自分は何か目標とかこれからこれしたいとかあったら、僕が子どもの頃に自分がジャッキー・チェンに憧れたように、なんか近いような人物、アジア人っていうのがスターになってるっていうのが、すごくそこに憧れがあったんです。心の中の永遠のヒーローでいるから、ダンスの世界ってちっちゃいですけど、こうやって有名になれたんで、なんかそれを少しでも一人でもなんかそういうふうに思ってくれる人が出てくれたら、僕の生きた証になるかなっていうふうに僕は思ってます。ありがとうございます。最後に素敵なメッセージいただきました。いえいえ、すいません。ありがとうございます。じゃあ行きます。じゃあ本当にじゃあ行きます。北京学校よりこっちの方が僕は好きや。あんまり言ったら怒られるかも。北京の人に怒られるかも。英語も中国語もわからないし、ロヤの中国語も早くて。先说一遍中文，然后助理再翻译成中文。对。那你的？私の意思なんですけど。내가맨처음에그렇게많이했는데어떻게미즈交流又韩语又中文又对对对，这个环境特别国际交流。